朝日スクープ、今朝はこちらです。はい、もう6月も終わろうとしております。まもなく2022年半分過ぎようとしていますが、ね、皆さんこの半年で流行したものを覚えていらっしゃいますか？もう近いところから記憶なくなってきますからでもあっという間ですね、本当に、ね、あっという間なんですよ ね、 もうすぐ7月ですもんね。ちょっと半年間思い出してみていただきたいと思いますが、はい、この福岡でリアルに話題になったもの、そしてヒットしたものをまとめました。まずやってきたのは今年5月に九州初上陸で話題となったこちらのお店。おーカラフルですね、すごい。ここは作業服のワークマンが女性をメインターゲットに展開するワークマン女子です。商品の7割は女性用とユニセックスのアイテムになっていますが、男性向けの商品もありますよ。家族全員で楽しめちゃいます。そうそうそう、聞いてましたよ。こういったね、アウトドアグッズもね、揃ってるんですよね。テント4900円ですよ。このあたりすごくおしゃれ。780円です、これ。すごい。これもインスタグラムで見ました。今は農業女子とか流行ってるらしいんですけど、作業着じゃなくて機能性の高い普段着みたいな。ポケットもいっぱいあるじゃないですか。外れるんじゃない？ほら。すごい。ここにハサミ入れたりドライバー入れたりするのかな。過酷な日常を素敵に変えるというコンセプトでお仕事されておられた職人さんのお声を反映して作った商品ですので、やはり低価格で高機能な、でまたデザインもですね、ちょっとおしゃれに作っておりますので、そういうところが支持されてるんじゃないかなと思います。そんなワークマン女子クリエイト宗像店の2022年上半期で一番売れているアイテムがこちら。おしゃれなカラーが特徴の防水サファリシューズシリーズ。全国で累計93万足も売れたという大ヒット商品なんです。軽くてカラフル、普段履きやアウトドアにも使えて、お値段がなんと1500円。このヒット商品に梅雨時期に大活躍のレインコートや撥水や防水の加工がなされた商品などを組み合わせて、あさみちゃんがおしゃれな雨の日コーデを考えてくれました。レインコートです。いいね、薄手なんですけど機能性は高そう。ファスナーもダブルファスナーです。マジックテープがあるから雨の日にはもってこいですね。T シャツは柔らかいしサラサラしてるし、雨の日にこんな可愛いの履けたらテンション上がっちゃう。本当に軽い。ちなみにレインコートはコンパクトに畳んで収納できるので持ち運びにも便利です。そして気になる夏のヒット予想アイテムは、接触冷感と紫外線カットで夏の暑さを乗り切れるアイテムが一押しなんだそうですよ。バーベキューしたいです。やっぱおしゃれしたいじゃないですか。けどちょっとこう動きやすい格好がいいなって。ワークマン女子に来たらもういろんなわがままが一気に叶えられる。続いてやってきたのは天神ロフト。こちらになります。こちらトレーニンググッズ、はい、コロナ禍で需要が高まったおうちトレーニング、中でも今年に入って一気に売り上げが伸びた天神ロフトの上半期のヒット商品、こちらなんです。クッション、クッションとしてももちろんご利用いただけるんですけれども、うん、実はですね、室内用のトランポリンなんです。これトランポリンなんですか？はい、そうなんです。飛ぶだけで強度の高い運動ができると注目のトランポリンが進化。発売当初は月に数個売れる程度だったんだそうですが、今年に入って5倍10倍と数を増やしているんだそうです。なるほど、おー、うんうん、コイルが入ったベッドの上で跳ねてる感じです。しかも全然ずれないです。飛んでみて思ったんですけど、音は響かないのでマンションにお住まいの方とかもね、いいんじゃないですか。こうやって運動するじゃないですかね、こうやって置いてきゃいいわけでしょ。めちゃくちゃいいですね。お知らせの後は福岡で今年リアルに売れた新スイーツが登場。うわこの生感すごい。福岡市中央区にある卵型のクロワッサンを販売する専門店、こちらで今年上半期リアルに売れたスイーツが、
カヌレ型に焼いたクロワッサンになりますね。カヌレは卵や牛乳、小麦粉などの生地を型に入れて焼いたお菓子。最近人気のこのカヌレをクロワッサン生地でアレンジして作った新スイーツなんです。もうほとんどないですね。そうですね、もう午前中のうちにお客様来ていただいて、はい、200個ほどのカヌレ型クロワッサンがお昼頃に売り切れてしまうことも多いそうです。従来の卵型クロワッサンがサクサクした軽い食感なのに対して、カヌレ型は同じ生地でもよりずっしりと濃厚な食感になっているそう。一番人気はピスタチオクリームがたっぷりと入ったピスタチオ味。おいしい。うん、ピスタチオの味が濃い。もう香ばしくて、表面はですねサクッとしててパリッとしてるんですけど、中がパンですね。やっぱりね、もちっとふわっとしてるんですよ。めちゃめちゃ美味しい。続いてこちらは行列が絶えない福岡発の人気ベーカリー、アマムダコタン。人気スイーツマリトッツォブームのきっかけになったお店ですが、マリトッツォの次に話題になっているのが新商品、生ドーナツです。生ドーナツと生カスタードーナツはブリオッシュ生地を使用してまして、ショートニングを使って一気に高温で揚げることによって、外はサクッとして、中はじゅわっととろけるような食感だったりするので、それを楽しんでいただけるかなと思ってます。生ドーナツは全部で4種類。ドーナツが上がる午後の時間を目当てに次々とお客さんが来店します。今年3月に東京中目黒に姉妹店のドーナツ専門店をオープンしたところ、 2,3 時間待ちという大人気店に。まさに上半期ナンバーワンヒット。福岡のみならず全国でヒットを巻き起こした新食感ドーナツのお味は、うわー、めっちゃしっとりもっちり柔らか、本当に焼けてんのかなっていう風に思っちゃうくらい柔らかいんですよ。ずっと食べられる。そしてこちらはあふれんばかりのクリームが詰まった生カスタードドーナツ。うん、こんなに軽いカスタードクリームってあるんですね。口当たりもふわっとして滑らかでシュワッと消えていくんですよ。もうこれはね、食べるときは手が汚れたとか気にせずに、もう手も口の周りもいっぱい汚しながら食べていただきたいですね。